国枝さんの、はじめまして。はじめまして。国枝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、これは、めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいですね、僕も。はい。いや、大興奮。じゃあ、よろしくお願いします。いいですか？よろしくお願いします。一郎です。国枝です。はじめまして。今日こうして、有明のコロシアム、はい、テニスの聖地って我々は呼んでるんですけど、はいはい、初めてです。いらっしゃいました。でもブルー僕大好きで、あ、全部ブルーじゃないですか。そうですね、めちゃ気持ちいいです、はい、このブルーにテニスボールすごく映えるんですよ ね、 すね。昔結構テニスコートも緑だったんですけど、はいはい、するとテレビとかで観戦するとちょっとボールが見えにくいっていうことがあって、はい、15年ぐらい前からかな、はい、ちょっとこう青っていうことが世界的な照準になってったっていうことはありましたね、はい、確かに綺麗ですね、はい、うん、普段こう例えばテニスを見ていて、はい、こう野球とちょっとこう親和性を感じたりだとか、はい、あります？そういった経験も含めて感じることとか。テニス見てて思うのは、はい、あのサーブの反応って大変じゃないですか、はい、もちろんここに当てるだけなら、まあ、僕らで言ったら取るだけならなんとか反応できると思うんですけど、うん、それをさらに力を利用して返す、うんうんうん、これ全然比較にならないですけど、野球で一番難しい技術っていうのは打球判断なんですよ。ランナー二塁いるとしましょう。その時にバッターがこう打ちます。で、自分の正面、それがゴロなのかライナーなのか、こうショートの上を越してヒットになるのか、野手が取るのかの判断ってすごく難しいんですよ。で、それの一点で大きな勝敗を大きく左右しますから、うんうん、でもその判断をするときに野球選手って頭がガンガン動いてこうリードするんで、すごく難しいんですよ。永遠に簡単にならないですよ、うんうんうん、でもテニスの選手のあのサーブを受ける体勢って、はい、その究極だと思うんですよ、はい、僕松岡さんにお会いしたときに伺ったことがあって、それ今年の春なんですけど、実はそうしたら受けるだけ、判断すればいい、まあ、取るだけでいいなら動かない方がいいとおっしゃってました。はい、こう動かれますよね、うん、反応するために、はい、あれしてると基本的には僕は遅れると思ってるんですよ、反応自体は。なるほど。でもあれはやっぱ返すため の、 その動きだって思うんですよね、返さないといけない。でも野球は判断すればいいんで、うん、そうするとこの動きは邪魔になるんです。それがすごく興味深くて、野球のコーチでもやっぱり動いてないとダメだって、うん、でもそれはテニスのサーブ見てみろ、レシーブっていうんですか、はい、見てみろ、いやでもそれは返すことが前提だからそれは違うんじゃないの、うん、って言って、僕は割と この意見は考え方は独自の考え方なんですけど、それは今子供たちに、うん、指導する、うんうんうん、必ずこれは伝えてます、はい、それがすごく興味深いです、はい、僕も例えば、まあ、他のスポーツ、まあ、野球もそうですし、はい、例えばゴルフとかも見ることで、何かこうスイングに、はい、こうバックハンドとか結構野球の、まあ、スイングに似てることが多いんですよ、はい、例えばこうよく一郎さんもおっしゃるようにこう胸を見せちゃいけないだとか、はいはい、まあ、バックハンドもやっぱり同じなんですよ、はい、僕ら、はい、うん、こう開いて、うん、はい、打っちゃうと、うん、どうしてもコースも限定されちゃうし、加速もつかないですね。そうですね。そういうところからなんかこう、うん、野球で何かヒントないかなとか、はい、を調べることがあったりもしたんですけど、いや世界一の選手ですからいらないですよそんなの。常にちょっと勉強しないと。というか世界一で引退してるのずるくないですか。そこですか。ありがとうございます。はい、はい、いやもう本当ずるいと思うんですよ。はい、1位のままやめるって。1位のまま、はい、どうしてですか。まあ、僕はその2013年に東京のパラリンピックの開催が決まった時から、はいはい、やっぱりこの東京の舞台っていうのをまあ一番のまあ夢にしてて、はいはいはい、まあ、それから7年、まあ、コロナで8年越しのまあ夢が叶った瞬間に、うんうんうん、もうこれ以上ないなっていうふうになんか悟ったというか、なるほど、うん、これからじゃあもう一回オリンピックやったとしても、うん、また勝っても、うん、もうこれほどはないっていうのをまず思ったこと、うん、その時にやっぱりもうなんかこう野心がないままプレーするってことに対して、うん、まあ、今まで、ね、うん、こうそういった気持ちを持ちながらやってきたことに対しての、はい、なんかちょっと自分を裏切っちゃうような感覚がまずあったことと、うん、当然やっぱり達成感と、うん、満足感っていうものに、まあ、すごく染みられた、うん、でもう一つはやっぱりウィンブルドンが
東京終わった後も僕取ってなかったんで、はい、まあ、そこまではちょっともしかしたらこの調子だったら取れるかもしれないっていう思いで、はいはいはい、まあ、昨年、半年間頑張ったら、まあ、ウィンブルドンも優勝したことで、はい、まあ、最初にこう、まあ、チームとこう抱き合った時にコートで、うん、いやもうこれで引退だっていうふうにやっぱりこう出ちゃうくらい、まあ僕の中ではもう完結したんだなっていう思いがあって、はい、うんうん、じゃあ年末を過ごしててまた年が明けてもう一回オーストラリアの全豪オープンに行くかっていうところを悩んだ時に、はいはいはい、もうこれでやりきったんだなっていう思いになれたっていうところは、まあ一つ、うん、僕自身もその引退を決意した、はいはい、なんか決定事項になったかなっていうふうに、それはもう納得の理由ですよ。納得ですか。ありがとうございます。でもずるいですよ。ずるいですか。それは僕らからしたら、はい、それは競技者としてもうずっこいなと思いました。うん、ただ今の理由聞いたら、はい、それもよくわかります。そうですね。やっぱこれ以上の舞台がない、ないだろうなと思ったら、それはできないですもんね。うん、僕あの WBC という大会があって、はい、これ2回参加したんですけど、まあ、僕にとっては第2回目がもう、もう思い出したくないほどの、その、はい、覚えてます。あの時、まあ、結果が出たから今こうやってお話できるんですけど、もうあれ以上の瞬間は僕はないと思います、うんうん、その後の WBC にだから全く出る気にならなかったというか、分かりますね。だから今の感触、お話しされた感触すごくよく分かります、うん、で辞めた時は2009年なんですけど、これもまあ、その後僕、まあ、元気なんでもう一回やらないのって、はい、まあ、それは本気で僕に聞いてるのかそれとも冗談半分なのかわからないんですけど、でもあれ以上のやめ方はないという、うんうん、まあ、僕も東京、それが東京だったんですけど、はい、それを考えた時にもう一度戻るなんていうことは、体力とか技術ができたとしても、うん、気持ちとしてもう全く戻れないので、うんうん、あの大変よくわかります。でもずるいですよ。その僕は最後ヒットをもう出ないまま終 え,、はい、終えましたから、はいはい、それはもうな終え方として見てる人も、あ、まあ、一応 も,、まあ、もうヒットも出なかったししょうがないよねって、うん、見てる人もそう思ったと思います、はい、でも栗山さんの場合は1位ですから本当に。そうですね、まあ、当然あの体もね、はい、やっぱダメージも、はい、まあ、20年以上こう世界転戦している中で、はい、かなり悲鳴もあったと、はい、で肘もちょっと怪しかったんですよね、昨年の年末が、はい、もしこのままやってじゃあ僕も 2度手術してるんで、はい、まあ、3度目するかっていうところも、はい、ちょっと決心としては、まあ、そうそうそう、まあ、あったかなっていうところにはありますね、理由としては。107連勝ですか。そうですね、一番勝てた時は。そうですね、それ相手子供とやってるわけじゃないですよね。違います、はい、いやいや、その僕意味が分かんないですよ。同じレベルの競技者が107回勝ち続けるってどういうことなんですか。はいはい、そうです、いや、まあ、僕意味が分からない。当時は結構まだ20代、まあ、中後半ぐらいで、はい、まあ、一番脂も乗ってて、はい、まあ、スピードパワーっていうもので、うんうん、やっぱり相手を制すことができてた時代だったんですよね、はいはい、でその時代でその107連勝、100連勝ぐらいの時に、はい、ちょっとずつその数字が気になり始めちゃったと、うん、100でようやくなんですか、はい、遅いからもうちょっと早いところで意識してください。それその時はでもちょっとこう負けないようにっていうテニスに守りにちょっとなんか変わってるなっていうのがあって、まあ、そろそろ負けた方がいいなこれっていうふうには、はいはい、思ってたんですよね、はい、まあ、そう思い始めたら負けたっていうところはあったんですけど、まあ、意図的に負けたわけではないけどもですけど、うん、心の持ちようが違ったんですね。そうですね、それもなんとなくこう安全牌をばっかこう切っちゃうような、うん、あの感覚がテニスをしててあったので、うん、やっぱりテニスにおいても攻めていくことが最大の、まあ、守りでもあり、やっぱそうなんですね、うん、特にまあ僕たちはやっぱ車椅子で、まあ、このテニスコート健常者のテニスコートの同じ守備範囲を、ね、はい、こう守らなきゃいけない、はいはい、となるとやっぱり先に先手を取った方が、うん、まあ、自分のボールにこうある意味こうコントロールすることで、うん、相手がどこに返してくるかっていう読みをやっぱり発動しないと、はいはい、もう5対5で守ってたらやっぱり取れないんですよね、うん、そういう意味ではいかにコントロールをやっぱりしっかりして相手にここに打たせる、うん、はい、じゃあ次のまあ一手で決めるみたいなのが、まあ、基本的に僕たちの車椅子テニスの、うん、大事なところなんですけど、そういう意味ではやっぱり攻めないと
あの相手を場所を限定できないですよね。主導権を取れないんですね。やっぱだから相手からすれば国枝さんと勝負してる時って、あ、そこに打ちたくないのに打たされてるって感触が多分あるでしょうね。はい、だから反応だけでやってる選手は絶対勝てないですよ、それは。そうですね。そういう意味でやっぱりこうコースをある意味捨てるっていう決心をしてない選手はやっぱ勝てないスポーツですよね。うん、面白いですね。いや、あのピッチャーとバッターの対戦でも、例えば僕がもうとにかくどんな球でもヒットにできるときってピッチャーがそこに投げてくれるんですよ。僕の動きに合わせてくれるんですよ。でもピッチャーの動きを追ってるときはバッターやっぱ不利なんですよね。まあ、そもそも3割しか打てないよくてもなんですけど、はい、これがやっぱ受けに回ったらもうとても3割なんか打てないですよ。なるほど。でも自分から攻めるってすごく難しいことですよ。まあ、基本的にピッチャーが動いてからのバッターなんで、ピッチャーをこう誘導するってことはすごく難しいんですけど、でも状態がいいときっていうのはそういう錯覚を相手が受けるんだろうな。実際言われたことはあります。誘導打法っていうか、僕のこう足とともに体が勝手にこうそっちに動いちゃうんだって言われたことあります。それ球種も含めてそういう感じがするんですか。まあこっちは そこまでないですけど、投げてる方としては そういう錯覚に陥ると思いますね。なるほど。はい。世界で一番の人って一番だから何も変える必要がないという、まあ、イメージあります、うん。まあ、僕らの世界でも例えば僕ヒットの記録ワンシーズンで、まあ、262っていうのがあるんですけど、翌年には また違うフォームを試すんですね、はい。それどうしてかっていうと、バッティングフォームって常にやっぱ追っかけていないとまあ、掴めないとか、うん、そこで停滞することがやっぱ怖かったという理由だったんですけど、はい、国枝さんそんなこうご記憶どうですか、ご自身で振り返って。リオデジャネイロの2016年までは本当にある意味こう絶対王者みたいな感じで勝ち続けていて、はいはい、その時っていうのは結構その自分を変えるっていうことに成功体験がこう邪魔して、はい、うん、変えなくてもいいんじゃないかっていう思いが実はあったんですね。それその後に、うん、まあ、一度挫折を経過の影響で味わって、はい、まあ、本当に王者が交代して、うん、若い子にもう世代交代したっていう場面があったんですけど、その時にもう全てを変えていったんですね、うん。でその全てを変えたことがもうすごく歯車がいろいろ僕も考えながら変えていったんですけど、はいはい、ラケットも変え、車椅子も変え、はい、あとはまあコーチも変えだとか、うん、新しいこう風をどんどん取り入れたことで、はい、その歯車がまた新しくこう噛み合ったような感じがあって、うん、でそれから今度また王者に返り咲いた時に、うん、はい、やっぱりその変えたことの経験がものすごくプラスになって、はい、やっぱり2位3位の選手って1位を目指すために自分を変え続けるじゃないですか、はいはい、で1位の選手ってじゃあその2位3位の選手を変えることで迫ってきているのに、やっぱり現状でいると、はい、どうしても追いつかれ、うん、追い抜かれてしまう、はい、なので1位であっても、はい、じゃあやっぱり変えなきゃいけないなっていう思いになってたんですよね、うん、はいはい、そうすれば、まあ、2位3位の選手はこうやって来ても、うんうんうん、1位の選手も自分を進化させていけば、うん、まあ、追いつかれないだろうっていうところで、まあ、やっぱり1位であってもそこのアクセルは踏まなきゃいけない、うんうん、現状維持でいることがやっぱり相対的に見たらこう、はい、衰退になっちゃってるなっていう風な感じがすごくしたので、もうそれからはそこをものすごく意識しながら、うんうん、テニスに取り組んだっていうところはありましたね、うんうん、でもですよ、はい、その全部変えなくていいじゃないですか。いやそれぐらい、いや今の話だと、はい、今までその絶対に変えなかったこう核みたいなものも変えていったっていうニュアンスに受け取れたんですけど、うんうん、はい、そんなことします？それはバックハンドっていうその技術については特に変えていったと、はいはい、まあ、あとはでもラケットもよりパワーのあるものに変えていったりだとか、まあその道具ってものに今度はものすごくこだわってみようっていうところで、何かその道具を変えることで自分自身のテニスに変化が出るのであれば、じゃあ練習で身につけるより道具変えたことで急に変わるってことも結構テニスはあるんですよね。今ラケットの進化がものすごいので、そういうところをまあ僕自身も探っていくしかなかったっていうところもあるかもしれないですね、うん、でもそれと同時に例えば体の負担とかね、はい、ラケットはじゃあパワーの出るものだったら負担かからないですか、うん、今度は、ラケットにパワーがあると方が楽にボールを飛ばすようになってくるんですよ、これ、はい、そうなんです。反対なんですね、はい、負担が軽減されるんですよ。ただもちろんそのパワーが上がる分今度はコントロールが
難しくなったりもする、しますけど、その辺はこう、うん、ラケットの、そのガットとの調整だとかで結構クリアにしていくっていうことはやっていったりはしましたね。面白いですね。一つ変えなかったこととして、うん、僕一応座右の銘というかですね、メンタルトレーニングを取り入れたときに、それいつ頃の話ですか？2006年でまだ世界ランキング10位ぐらいだったんですね、はいはい、その時、はい、もうその世界ランキング10位から2年3年抜け出せなかった時があって、うん、ここまでかっていうふうに一瞬思った時があったんですね、はい、オーストラリアのパトリック・ラフター・パッド・キャッシュっていう、はい、あの健常者の元世界ナンバーワンを教えてたメンタルトレーナーの方にこう指導を受ける機会があって、はいはいはい、僕のテニス見てナンバーワンになれるでしょうかって最初に聞いたんですね、はいはい、その時にそのメンタルトレーナーの方はあなたどう思ってるのっていうふうに逆に聞かれて、はい、ナンバーワンになりたいっていうふうに答えたんですけど、うん、これからそのナンバーワンになりたいじゃなくて、うん、自分がナンバーワンなんだっていうふうにこう断言する、うん、トレーニングから始めましょうってことで、はい、俺は最強だって言葉ができたんですね、はい、でそれをこうトイレで鏡の前で自分に言い聞かせると、はい、頭を多分勘違いしてって、うん、俺は最強っていう、うん、思いになってったと。で練習する時もやっぱり、はい、ね、これが最強がやる集中力か、はい、これが最強がやる練習内容かっていうふうにやっぱり自問すると、うんうん、クオリティも上がってくる、はい、あとはサーブを打つときにこう2時間テニスの試合って大体あるんですけど、はい、2時間常に強気でいることなんてやっぱりできないんですよね、うんうん、相手に流れがいってしまって、はい、まあ、もしかしたらダブルフォールトしちゃうかもな、はい、なんてよぎったときに、はい、打つと必ずダブルフォールトしちゃうんですよ、テニスって。あ、そういうもんなんですか。そうなんです。これがその時に俺は最強っていうラケットに書いてあるそのシールを見て、はい、ダブルフォールトしちゃうかもサーブから、うん、俺は最強だサーブにこう気持ちでいけると、もうそれだけでしっかりコントロールされて威力もちゃんと振り切れるっていう、うん、効果をすごく感じたんですね。めっちゃ単純じゃないですか。そうなんです。本当ですか。本当です。僕そんな話信じないですよ。本当ですか。そういうのってイチローさんあるのかなっていうのは今日対談するときにものすごく気になってたんですよ。そういうメンタル的なアプローチ。はい、僕はですね、はい、まあ、国枝さんと全然タイプ違うと思うな。ああ、そうですか。いや、失敗するかもな、うまく打てないかもなとか、それしょっちゅうですよ。はい、わかります。だけどそれを、まあ、消すため、はい、ネガティブな気持ちを消すために、うん、何かをするを僕はしないですよ、うん、しないです。しないです。そのまま行くんですよ。不安な状態で。不安な状態で行きます、はい、ただもちろんそこじゃあ打席に立つまでの自分の動きを変えたりそれはないですよ、もちろん。うん、そのもうどうしようもなくて動きが変わる、ね、それはないです、はい、それはしっかりと行った上で、うん、だけど不安なんですよ、うん、俺は最強だはないわけですよ、はい、僕はそれをどうカバーしたかというと、もう技術でカバーしていたんですよ、うん、この勝負に勝つには、まあ、気持ちじゃない。気持ちを上回る技術で結果を出す。そういう考え方でした。なるほど。だから最強だは僕嫌いなんですよ、はい、いや嫌いというか、はい、僕は絶対にしないアプローチなんです。だから面白いなと思って。ああ、ありがとうございます。しかも世界一の人が、はい、ああそういう感じはなんかすごい興味深いですね、うん、テニスって野球もそうだと思うんですけど、我々テニスこうポイント終わったら、はい、次のポイントにこう始めるまで25秒の猶予されてるんですよ、はい、最近野球もあのピッチクロックみたいなのあるじゃないですか、はい、よくあご覧になって。我々もショットクロックっていうのが、はい、もう 4、5 年ぐらい前から、はい、あのグランドスラム大会なんかあるんですね、うん、はい、1ポイント終わったらカウントダウン始まるわけなんですよ、うんうん、でその間に、うん、じゃあポイントを連続で取られた、はい、やばいな、うん、どうしよう、はい、っていうメンタルで、うん、そのじゃあ次のサーブに入るんじゃなくて、その25秒の間にいかにこう気持ちを整えるかが僕勝負だと思ってたんですよ。で2時間試合あるってさっき言ったじゃないですか、うん、アベレージで、はい、でも例えばこう打ってるシーンだけを YouTube とかで編集すると、はい、大体20分から30分で試合って終わるんですよね、はい、うん、そういう意味では1時間半ぐらいは、うん、間になるんですよね、はいはい、その間をどう制するかが僕は勝負かなっていうふうにずっと思ってテニスやってたんですけど、イチローさんはやっぱそのメンタルってところに関してはそんなに意識されないで打席に一球一球入ってたのかどうかっていうところは、僕の場合はまあ意識してるんですよ、はい、意識するという点では同じです、はい、ただネガティブな、まあ、不安な気持ち、まあ、弱気な気持ちをがそこで現れるのはもう仕方がないことだって思ってるんです。でその上で結果が出せないと次に行けないって思ってるんですよ。
ごくごくノーマルな平常心な自分が結果を出しても、はい、なんか前に進んでる感触があるんですよ。だからあえてそこは持っていく、はい、でも失敗するんですよ当たり前ですけど、はいはい、でもそこで結果を出せた時って何もない状態のフラットな自分が出した結果よりもやっぱ重いんですよね自分の中で。自分の中で取り入れるものが。だから次への自信がやっぱり、あの状態で俺結果出してるんだよな。なるほどなるほど。まあ、その象徴が、WBC のセンター前です。あれすっごくネガティブです。うんうん、でもしょうがない。覚悟決めましたけど、はい、あの打席がその象徴に。でもいっぱいありました。だからこそ、なんか、打席に入る勇気が持てたっていう、そういうタイプなんですよ。いやだからメンタルのことはすごく意識しました。うん、ただ、それを覆すには高い技術がないと、それを超えられないっていう感触だったんですよ。あなるほど。はい、なるほど。なんかもう一つそれにちょっと、付け加えて聞きたいんですけど、はい、ルーティーンってやっぱりイチローさんすごく有名な。あれ、いつから生まれましたね。よく言いますよね、ルーティーンって。生まれたぐらい、やっぱり象徴的な言葉だと僕は思ってて、はい、僕もでも2006年にメンタルトレーナーにルーティンまず自分で決めなさいと、はいはい、で僕の中ではファーストサーブの時に2回地面にボールをつく、はいはい、セカンドサーブの時は4回だとか、うん、連続でポイント取られたらちょっとボールパーソンにタオルを要求するだとか、はい、こうチェンジエンドの際にこう休むじゃないですか、はい、ベンチで。あの時もスポーツドリンク飲んでバナナ食べて水飲んだらちょうど審判が60秒間タイムっていう風に言うように、その間を埋め、いわゆるその間のスポーツってことでルーティンで間を埋めていったんです、ね。まあ、それによってこう雑念が入らないようにしていきましょうっていうところで教わったんですけど、そもそも僕はそうやって誰かから教わったっていう経緯があったんですけど、イチローさんのあのルーティンっていうのは教わったのかなとか、それとも完全に自分で編み出していったものなのか、はい、あとはどういう効果があるのかっていうのをちょっとお聞きしたかったな、まあ、教わった記憶は全くないです。ないですか、はい、もう僕めんどくさい性分というか性格なんで全然そういうのも入ってこないですよ。だからでも僕の場合3年目で、まあ、レギュラーとして使ってもらったんですけど、その経験を積んでいくうちに、あ、これはその毎日がむしゃらにやってるだけでは結果は出ない。でしかも130、まあ、当時130試合でしたけど、はい、日本はそれを全部こなすことなんかできない、うんうん、そうした時に何かをこう、まあ、まずこう邪魔なものをこう省いていく作業から始まり、でも球場の中ではある一定のこう動きを持って臨まないと安定的に、まあ、精神が落ち着かない、まあ、結果は別として、うん、それがすごくこう早い段階で感じることができたので、うん、いろんなことを試したわけですよ、うんうん、試して、いろんなことをやった結果、打席でのああいう動きになるわけですけど、はい、だからもう自分で実験していったわけです、うん、あります。僕ね、教わると歯向かいたくなる性格なんですよ、これ。本当にもう言われることを一回聞くんですけど、うんうん、なんかやっぱり頭で理解してる人の話って入ってこない、まあ、ちょっと拒絶する傾向もあって、あ、まあ、やってみた人の話ならまだいいんですけど、どうぞ国枝さんの中でこう自分がこう挑戦していった、まあ、2009年にプロになられて、はい、まあ、そこって大きな節目ですよ ね、はい、当時はやっぱりそのまだ、まあ、パラリンピックのスポーツでこうプロの選手ってなかなかいなかった時代で、はいはい、まあ、車椅子テニスは日本ではいなかったですし、はい、まあ、自分自身がでもその時にもうすでに世界ランキング1位だったんですよ。じゃあ今のこの自分の環境だとか、はい、うん、立場っていうものが若い子に憧れてもらえるかって言ったらそうじゃないなっていうふうに思ったっていうのが、まあ一つそのプロ転向する、はい、決定には、はい、要素としてあったんですけど、はいはい、それと同時にやっぱりまだまだその車椅子テニスの、認知だとか、一般の方々に対してそのスポーツとして扱われてないなっていうのも当然思ってた時代でもあったんで、はいはい、やっぱりその認識を変えないと、うんうんうん、やっぱりこれから、このスポーツがどんどん目指す子が少なくなっちゃうなっていう思いがあって、はいはい、まあ、プロ転向したっていうことがありましたね、はいはい、そもそもの疑問というか、まあ、僕の勝手な想像ですけど、もともと8歳までですか、9歳まで野球やってました、はい、まあ運動能力高かったろうし、まあ、好きな多分やること多分全部できたタイプですよね、うん、まあ、
それが突然のことです、ね、そうですね、ちょうど小学校4年生に上がる前の春休みで、はい、その前の日も野球やってたんですよね、はい、でちょうどその日当日朝一軍に初めて呼ばれた時に試合があると、はいはい、で朝起きたらやっぱ腰痛かったんですよね、うんうん、めちゃくちゃ痛かったんですよ、うん、で前の日結構激しくこう守備の練習とかして腰落としてやってたからかなっていうふうに最初は思ったんですけど、ちょっといけないなっていうくらいのレベルだったんですね。で、まあ、今日はとりあえず休むかと、もう結構泣きましたね、その日も。せっかく一軍に呼ばれたのにっていう日で、でやっぱりどんどんその痛みが日に日に良くなくなって悪くなってくるっていうのがあって、まあ、一度 MRI で検査したら、まあ、脊髄にこうがんがあったというのが車椅子になったきっかけだったんですけど、いや生まれつきである方もまあいらっしゃるじゃないですか、うんうん、まあ、もう生まれつきもう歩けない方いらっしゃいますよね、はい、でも国枝さんの場合前の日まで全力で野球できていた、うん、はい、まあ、子供がね絶望しますよね。そうですね、 まあ、どうですかって僕も聞くのもあれなんですけど、はい、いやその元々先天的なもので受け入れなくてはいけない、うん、運命と、はい、やっぱそのある日突然そうなってしまう運命とは大きく違うと思うんですよね、はい、でそこから、まあ、これが僕最大の挑戦なんだろうなって、うん、まあ、想像するんですけど、はい、僕らちょっと投げたら肩痛いとかねいやもうねえもう本当に情けない気持ちになるんですよ。いやいや、痛いとか言ってる場合じゃないって、はい、おそらく国枝さんなんかも思われますよね、野球選手がちょっと。え、肩の違和感とか思いません？まあまあ、そうですよね、まあまあ、はい。僕もでも肘痛いとか言いますか。いやいや、それはまあ競技者としてね。はい、そうですね。まあ、でも当時はまだ小学校4年生だったんで、まだその車椅子になるってことが、まあ、どういうことなのかっていうのが、はい、よく分かってなかったっていうのが、うんうんうん、逆に、うん、なんていうんですかね、こう塞ぎ込むことにならなかったっていうのは、はい、低年齢だから良かったところあるかもしれない。もう少し思春期の時期になってたら、はい、もうちょっと心も廃れたかもしれないですけど、でもそういう時期は一度もなかったんですか？そうですね、まあ、入院してる時は当然やっぱり辛かったですけど、はい、抗がん剤もして、はい、まあ、髪も抜けてって時期があったので、はいはい、でも復学したらやっぱり今まで遊んでた友達もそのまま遊んでくれたし、うん、はい、ちょうどその時スラムダンク流行ってたんで、みんなバスケブームで、僕一人だけ車椅子でみんな健常者でってなんか、はい、まあ、3-on-3 やったりだとかっていう日々はありましたけど、まあ、当然野球が、ね、できなくなってしまったのは、はい、辛いなっていう思いはありましたけど、はい、でもそれでも復学したらやっぱり友達迎えてくれたんで、はい、それは楽しかったですね、はい、周りのそういうこううん、気持ちっていうか、まあ、どうやってこう受け入れてくれるのかっていうのは大きいですよ ね、 すね、当時もやっぱり、ね、一緒に野球や少年野球でチームだった子たちと、うん、まあ、僕一人車椅子でキャッチボールしたりだとか、うん、まあ、打席に立ったりだとかっていうこともやってましたね、うん、明るいですもんね、はい、国枝さんそうですね、言われるんでしょう、はい、言われます ね、昔からこんな感じではあったと思います。そうですか、はい、いやもうだから国枝さんの挑戦の話を伺ったら僕の挑戦なんてもう塀みたいなもんだから、いやとんでもないです、ね、とんでもないです、うん、ただやっぱ子供たちって、はい、あの現代の子供たちってすごくストレスを抱えていて、うん、どういう道に進んだらいいのかとかって悩んでいる子供たちもすごく多いみたいなんですよね、うん、で直接こう手紙をもらってそれを感じることが多いんですけど、国枝さんの挑戦、まあ、僕なんかの挑戦なんかはもう遠く及ばないですけど、だからぜひ知って、ね、子供たちが頑張れる力にきっとなると思うから、はいはい、本当に多いみたいなんですよ子供たち、だからまあそれを僕も、まあ、このポストの活動や、はい、僕まだあのアスリートとして十分動けるの で、うんうん、でまあ、自分がやりたいことはもう好き勝手やらせてもらいましたから、なんかこれからはこう人が喜んでもらったり、なんかそういうことがやってみたいなって、うん、なんかそんな風に変わっ、これ新しい僕の挑戦なんですけど、めちゃくちゃ喜んでると思います。どうしようね、うちのポストは。そのためには自分が全力でやっぱ動ける状態にないと、これ僕が喋ってるだけでは伝わり方は全然違うので、うん、やっぱりどこまでもアスリートでありたいなって、うん、まあ、これが挑戦ですけどね、うん、僕の。それも分かりますね、はい、僕ちょっと引退してからちょっとバスケ始めたりだとか水泳始めたりだとか今してるんですけど、イチローさんってこう野球を引退されて、はい、何か新しく取り組んだこととかっ
ってありますか？ずっと野球やってます。ずっと野球やってます。ずっと野球やってます。そうですか。ゴルフちょっとやりたいなって今でも思ってるんですけど、はい、野球やんなきゃいけないからゴルフの時間ないんですよ。だから引退する前の方がオフにのゴルフの時間は多かったですし、はい、今全然実際にゴルフ場に行ってゴルフすることはほとんどできてないです。はい、最後のお願いなんですけど、はい、いやこんなテニスコートっていう場所で大変恐縮なんですけど、はい、キャッチボールだけしてもらえませんか？いや僕は全然構わないですよ。いいんですか？もちろんですよ。本当ですか？夢です。やりましょう、やりましょう、はい、よし、いきます。あー、ナイスキャッチ。うわ、いや、すごいわ。これは真剣にやらないと僕が潰されるわ。あー、ナイス。おー、おい、おー、あー、ごめんなさい。あー、すげー、すごい。おー、あ、シュートが合ってる。めっちゃシュートが合ってる。ラストで、すごい、すごい。ラストいきます。あー、ナイス、すげえ、ふー、いやー、嬉しかった。ナイスプレーです。ありがとうございます。いや、えぐいですね。本当ですか？いやいや、いや、めちゃくちゃ嬉しかったです。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。最高でした。野球やってたら大きなライバルです。またまた、すごいわ。こんなに満たされることないです、なかなか心が。そうですか、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。お願いになりました。